ヤマンバチャンネル、パッパッパー、ヤマンバ第2回ワークアウト。久しぶりですね。いや、帰ってきましたね。体力測定ですか。そうです、そうです。ちょっと気になる方はね、はい、44歳の頃の大原さん見れますので、概要欄から見ていただきたいと思います。はい、URL 貼っておきます。さあ、そして今回はですね、はい、前回やったもののリベンジも含めて3競技用意させていただきました。わかりました。で、今回もですね、もちろん3競技、はい、今回は成功失敗とで決めたいと思うんですよ。成功と失敗、成功と失敗で決めて、見事2つ成功することができれば大丈夫なんですが、はい、2つ失敗してしまうと今回も罰ゲームをご用意させていただいておりますので、頑張っていただきたいと思います。わ、はい、かりました。それでは最初の勝負、はい、いきましょう。頑張るぞ。まず最初は真剣白濱です。うわー、ラスト。
多分逆にもう10回回れないでしょ、無理ですよね。早かったでしょ。早かった。いや、もうさ、いや、遅かった。だいぶ遅かった。だいぶ遅かった。いや、あれ大変。さあ、ということで、小原さん残念。残念。さあ、ということで2個失敗してしまいましたが、最後の競技で果たして、はい、ラストチャンスあるのか。あ、3ポイントあるのか。あるのか。答えと思います。最後はこちらです。お、よく覚えてますね。なんですけど、本来は23回クリアしたら成功だったんですが、はい、小原さんも2回失敗してるんで、ましたね、ちょっとチャンスあります。はい、30回クリアしたら2ポイントです。前回は途中でなんかおかしくなっちゃって、はい、あの下手だったんで、はい、30ぐらいいけるような気がします。あ、いけますね。で、今回もルール もちろん一緒ですけど、はい、こうやって線を越えたり踏んだりしたら1、うん、踏んでいいの。踏んでいいですよ。 OK、 わかりました。みたいな感じでやっていきたいと思います。はい、20秒ですかね。1、2、3。そうです、OK。 さあ、それでは参りましょう。最後の挑戦、反復横跳び参りましょう。4、スタート。押して押して、あ、こっち押して。